自分へのお土産タイムということで、私が選んだ金沢のお土産をご紹介します。第3位はこちら、和タオル。裏はタオル地になっているんですけれども、表はガーゼ素材でとっても肌触りがいいんです。そしてこの柄も草履など和テイストのところもお気に入りです。第2位はこちら、九谷焼のミニリタです。実はこれ縁起のいいもので、玄関などに置いておくと人の出入りが良くなって良い縁を呼ぶと言われています。一方で下駄は左右一対で役割を果たすことから、夫婦が円満になるとも言われているんです。贈り物にぴったりですね。第1位はこちら、パッキン箸です。お料理の上でこの割り箸を割ると、なんと金箔が舞い落ちるんです。これでお料理にも箔がつきますね。実は金沢は金箔の産地で有名です。金箔付きのソフトクリーム、そして金箔付きの海鮮丼などもいただきました。お手軽に豪華な気分を味わえるんですね。というわけで大満足のお買い物ができました。皆さんも自分だけの金沢土産を見つけてみてくださいね。